んにちは、フジパシフィックミュージックの浅妻一郎です。この番組では私がこれまで聴いてきた音楽や出会った人たちとの思い出のエピソードを紹介していきます。2023年最初となる今回は、神奈川県は辻堂にあるミュージックライブラリー&カフェブランディンにお邪魔しています。こちらブランディンは音楽評論家でディスクジョッキーの宮地純一さんのお店なんです。ということで今回のゲストはこちら宮地純一さんです。宮地さん、今日はよろしくお願いします。いや、僕最初に宮地さんに会ったのは、うん、いつなのかしらね。僕なんとなくパイオニア DC の頃じゃないかと思うんだけど。僕は もちろんその小学生の頃からね、浅妻さんの名前は知ってるから、ずっと浅妻さんっていうのを、まあ、言ってみれば追ってたわけですよね、だけど実際に会ったのいつかっていうか、ね、覚えなせないんですよ。あ、そう、僕ね、宮地さんがなんかパイオニア LDC でなんかアメリカにちょっと行ってなかった、カラオケね、カラオケで英語カラオケで行ってました。 そのカラオケで帰ってきたあたりの時に会った記憶があるんだよね。ああ、それ何なんでしょうかね、ただ一つだけ、ポール・アンカのレーザーディスクが出るっていうことになって、僕は直接の担当ではなかったんですけど、これって誰が解説がいいんでしょうねってその担当の人に言われ て、もうこれは日本に一人しかいないんですよで、まあ、当時 PNP のどなたかにお願いしたら、じゃあ聞いてみますって言ったらね、快諾していただいて、あ、よかったなと。まあそれがなんとなく有機的に少し近くなった、でもそれ以降どうだったのか覚えてないですよね。で、少し経ってその宮地さんがワーナーに入られたっていうんで、最初の頃はいわゆるカタログっていうね、エレクトラ・アトランティックの古いものをやってたんですけど、途中からいわゆるフロントライン、新譜をやるようになって、それで当然この出版はどこなんだとかっていう話が出るわけですよね、で、あそこかもしれないみたいな、それで、まあ、一番思い出すのはダニエル・パウターですよね。あ、2005年かな、その時にうちがね、著作権取って、ただ挨拶行ったよりもちゃんと仕事の話をさせてもらった、ただもうその何十年も前からね、名前を存じ上げてるんで、初めましたっていう感じはあんましなかったですね。いや、だから僕はね、その LDC であったっていう記憶があるから、結構前から知ってる感じはしてた。それで、あ、この人なんかオールディーズすごい詳しいなっていうね、こうイメージはちゃんとあった。だから、そのワーナーがライノを買った時に、これ絶対宮地君やんだろうなとかね、思ってた。おかげさまでね、行った時はですね、ライノはアトランティックエレクトラでをやってたんですよね、でアトランティックは当時はイーストウェストがやって、で僕はワーナーに入ったんで、イーストウェストはタッチしなかったんですよ。一応別のあれだった、別の会社だったんですよ、ところがまず会社が一緒になって、ワーナーミュージックジャパンになってね、でワーナーグループがライノそのものを買っちゃったんで、でワーナーのカタログもライノがやるようになったんですよ。でもね、あの当時にその要するにオールディーズのカタログを買うなんていう、ワーナーのヘッド の決断はすごかったと思うよね。そうですね、もともとそのライノってレコード屋さんじゃないですか、ロサンゼルスにある、でもマニアックでね、僕とかライノ その社長とか始めた人にロサンゼルスで会ったことあるもん。あ、そうですか、まあ、いわゆる小売りですよね。そうそう、だけど偉かったのは自分でレコード作ったりとか、いろんな原版社からライセンスを受けてコンピレーション出したりっていうね、ブートじゃなくてちゃんとやってた、でやっぱりノウハウがそこに結集してくるわけですよ、でそれをアトランティックがもうメジャーなんだけど、もう自分たちの会社の中にそういうのを分かる人いないということで、彼らにやってもらおうと、まあ、その発想がすごい。あのアメとアデガンなんかにすると、こいつは俺の昔だっていう感じはあったんだと思うよね自分がそのアトランティックを始めた頃のね、全くのマイナーだったわけだから。そうです、インディーですもんね、アトランティック自体がインディーですからね、だからそういうその80年代にそういうような気概を持った若いやつがいるんだったら、そいつらにやらせろって、そうだよね、と思ったんじゃないですかね、アメットもね。ワナも結局そのレンブラパトニックに買われちゃったんだけど買われちゃったんだけど、ともかくその買われるまでのワーナーっていうのは、本当に新種の気象があったいいレコード会社だったと思うよね。そうですよね、だからワーナーミュージックというかワーナーブラザーズでいうと、もともとは58年にできて単なる、まあ、
俳優さんのレコードとか、もう一番最初は映画会社のねサントラとかね、そういうものをやってる、うん、まああれもインディーですね言ってみればね、うん、ところがやっぱりレニワロンカーが入って、 そうだからそこで急に新しいものレニワロンカーの前に、うん、やっぱりリプリーズを作るってことになって、もうオースティンが入ってきたあたりからこう変わってきたよね。そうですよね、うん、だからモースティンって もともと会計士なんだけど、うん、あのフランク・シナトラが自分でそのレーベルやりたいって言うんで、うん、バーブにいたあのモースティンを引っ張ってリプリーズ作ったわけだけど、だからそこのあたりから、それまではワーナーってほとんど映画に関係したものか、ちょっと MOR っぽいものがほとんどだったね。唯一あれはエヴァリー・ブラザーズかな、まあ、あれが元気ですよね。そしてあのグロスマンとピーター・ポーランド・マリーをやるっていう、そこから急になんかポピュラーミュージックの方にこう、うん、そう行って、それモースに入って、それでモースに入ってきてロックに行って、だレニバロンカーみたいな若い人が聴いたこともないのアーチとどんどん再任して、うんうん、それで、まあ、バンダイク・ファーストとか、ね、だからもうね、要するにバーバンクっていうのが一つロックっていうか新しいアメリカの音楽の発祥の地みたいな感じになったからね、うん、そうですよね、それが約10年間の間にねあったとすごい改革ですよね、うん、でその後、まあワーナーエレクトラアトランティックという一つのコングロリマットになって、うん、まあ3大4大レベルの一つになったんですからね。まあちょっとごめん、さっきさ、レン・ブラブトニックに変われるまですごい良かったなんて言ったけど今でもいい会社だけどねいやいや、だからちょっとこう体質は少し変わってるけど、でも、まあ、最近でも新しい社長をね、全くそのレコード業界じゃないところから持ってきたりして、うんうん、あのやっぱりその先を見てる感じはあるなと思うよね。まあ、紳士の精神は ね常に持ち続けてると思いますよ、うん、まあ、だから本当はここであの話することじゃないのかもしれないけど今からね、20年ちょっと前って、うん、アメリカの要するにレコード会社の社長って全部アメリカ人がやってて、それでイギリスの例えば CBS とか RCA とかの社長もイギリス人じゃダメだとアメリカ人がやるんだって言われてたんだよね。でそれが今や例えばユニバーサルはルシアン・グレンジだし、それからソニーはロブ・ストリンガーだし、であのワーナーはマックス・ルーサーだ、うん、で全部イギリス人がトップになっちゃって、イギリス人ってあのダメだからアメリカ人がやってたんじゃないのっていうその1970年代80年代のね、うん、あれがもうえらい変わっちゃってるよね。いや、もうやっぱりこの21世紀に入ってね、最大のチェンジはやっぱデジタル化だと思うんですよ、うん、レコーディングのデジタルというよりも聴く側のデジタルっていうものに対する、うん、やっぱりそれにまず対応できないともう生きていけないんでしょう ね、まあ、そうだね。だから新しいものをやれるっていうセンスを持ってれば、うん、あんまりこの伝統的なものを踏まえてやるよりも、ただねそれから考えると、うん、いや決してアメリカの人がね新しいものを、うん、あのやるのが不得意だとは思えないし、うん、いや、まあ、得意ですよ ね得意、どっちかというとだけど多分マネージメントっていうことからすると、あアメリカ人よりイギリス人の方がひょっとしたらいいのかもしれないね、うん、なるほどね、うん、そういうことで、うん、あの宮治さんとそのバイオリン LDC で会って、その会った時にね、うん、会った時にそのアメリカのカラオケの話とか、はい、アメリカの業界の話を結構いろいろ話してくれて、うん、あこの人結構その音楽だけじゃなくていろいろその周辺に関しても興味持ってる人だなっていう印象を受けたんだよね。僕はもちろんそのオールディーズとかね、うん、そういう音楽が好きだったんですけど、それは単なるマニアっていうか好きだっていうだけだったんですよ、うんうん、ところがそのアメリカでカラオケビジネスをやるというね、うん、とになって私がその先鞭としてアメリカに行ってですね、うん、果たしてアメリカでカラオケってものが流行るのかどうかっていうのを調査をさせられたわけですよ、うんうんうん、でもうやる前提で調査してるんで、はい、ノーっていう答えはないんですけど、やる前提で調査するというですね、うんうん、でそれで行ってみたら、まあ、歌うのはみんな好きなんですよ、だけどあの日本の歌は歌わないんで、やっぱりソフトがいるよねっていう話になった時に、最初に何を作るべきかっていうことを考えた場合、単純にヒット曲だけじゃダメだろうって、みんなパーティーの時はどういう曲歌うのかとかね、うんうん、
ケータリング会社の人からももらったんですよ、うん、でそこ訪ねて、うん、だケータリング会社っていうのはあの当時レコードしかまだないんで、うん、CD とレコード、うん、だからおばあちゃんの80歳のあのパーティーをここの公園でやる と、うん、と一族老頭何十人も集まると、でそこにスピーカーを持ってターンテーブル持って、シングルレコードが300枚ぐらいあって持っていくと、今度おばあちゃんが好きなさあれかけてよって言うとスッとかけられる、うん、まあ言ってみれば人間ジュークボックスですよね。でそうするとその人たちはもうだんだんリクエスト来ないものは置いて、この間リクエストされたのになかったものをこう足していくわけですよ。そうすると知らないうちにプレイリストができる、まあ、だからその人に僕がまず2000曲ぐらいのリストを作ってもらってたら、これダメダメダメ、あこれいいとかって、でそれを何十人かに聞いてるうちにだん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 、まあね、ただまあ歌いたい曲と聴きたい曲とは別だっていう人もいるんだけど、とにかく人気は分かるわけですよある程度で、そういうことをやったりとか、あとはそのシンクロのクリアランス で僕はねカラオケやるまでシンクロライツって知らなかったんですよ。僕はずっとその複製物を売ってた会社だから絵と音をシンクロさせるっていう商売やったことなかったから、シンクロって何ですかっていう話になって、そのシンクロクリアする会社にも行かなきゃいけないとか、いろいろやったりとかしてね。で、まあ、だから日本にはさクリアランスカンパニーってないんだけど、アメリカにはもうクリアランスカンパニーいっぱいあるからね。大会社ね。というかね、日本は音楽出版社より先に放送局なんかができちゃったから、だからもう NHK が音楽を使いやすいようにっていうことで、あの法律が全部できてて、放送のために使うんだったらクリアランスしなくても勝手に使ってもいいですよっていうことになっちゃってるわけだから、アメリカなんかはまず最初に音楽出版社ができて、その後レコード会社ができて、それから放送局ができてるから、だからまず音楽出版社がじゃあうちの曲使うんだったらこういうふうに権利をクリアしてくださいっていう形で、初めから権利をクリアするっていうプロセスがあったんだけど、日本の場合は放送局が先にあったから、でしかもそれが政府が持ってるね放送局だったから、政府の持ってる放送局がやりやすいようにしようっていうことをお役人の人たちは考えたわけ。なるほど、うん、だから日本ではどうしてもその放送で使うから権利をクリアしようなんていうことはないのよね。もうブランケットになっちゃう。もう放送はクリアしなくてもいいんだっていう。そうそう、だから僕もね、あのレコード会社にいたんですけど、レコード会社がまだビデオとかやる前だったから、シンクロって発想ないわけですよ、言ってみればもう両立を払えばいいわけですから、ジャスラックにね。だけどその許諾権があるっていうことじゃない、だからまずそのカラオケっていうもん皆さん知らないから、バウンシングボールですよとか言ったりとかね、一応絵と音を固定して売るっていう意味においてはもう大シンクロなんですよ、でそれどういう商売なのか、アメリカはともかく日本はこれだけ大きなマーケットになってるから、ね、日本の3倍もいるアメリカでやればね、こんだけ儲かるぞとかっていうことを吹いてね、それ言ってもやっぱりはーっていうところもあればね、だから僕はその時ジョベットのレストランシールにもありましたし、マーナーチャピルにも行ったし、EMI ブラックにもニューヨークにも行って、ナッシュビルも行って、でそれぞれの反応がまちまちなんですよ。そうだよね、いいねって言って人もいればね、なんかうさんくさそうだなっていう人もいたりとかして、それで初めてそのなんか音楽出版社アメリカのね、がやっぱり何かやっぱり握って、当然そのクライアントがいるわけですから、こいつはいいけどスプリングスにダメとかね、ローリングストーンズダメとか、ジャガーリチャーダーダメとか、基本はいいんだけどこの人ダメみたいな、だからこの人も他の悪いけど映画だけはダメとかね、映画の時はちゃんと言ってくれとか、なんかその契約が結構細かいよね、やっぱり映画ですよね、で一度聞きたかったのはシンクロっていうのはやっぱり映画にシンクロさせるっていうところで発信がないんですよね。そうそうそう、だからそれはさっきのあれだけど、一番最初にそのできたクライアントがレコード、まあ出版社でしょ、あの業界上出版社ができて、それからレコード会社ができたでしょ、それからほぼ同じだけど放送局と映画会社ができた。で映画会社は
誰かの曲を後ろで使いたいってことになれば、そうだから、まあ、映画会社できたけど最初は無声映画だったんで、ね、なるほど、だからシンクロアレ映画だ、シンクロアレなくて下手したらそこで楽隊が、そうそう、あの劇場で脇に楽隊がいてあるいはピアニストがいてそれから、まあ、日本じゃ徳川無声さんの有名だけど弁士がいて、弁士が登場人物のセリフをよしこさんよしこさんとかさ、メリーさんメリーさん、そうメリーさんメリーさんとかいうあのセリフを言ってたわけよ。でそれが画面に喋ってる人の声がそのまま聞けるトーキーっていうのがね発明されて、だからそのトーキーが発明されたことによってそれまであのハリウッドの映画に出てた、ヨーロッパからの俳優というのがほとんど失業したんだよね。何でですか？要するにね、彼らが訛りがすごくて、あ、イングリッシュアクセントじゃなくて、イングリッシュじゃなくてもうほらそのルーマニアとかあ、そうか、うん、なるほど、スペインとか、要するに言葉しゃべらなくていいからルックスさえ良ければよかったんだけど、そうそう、字幕が出てしゃべってるのが英語で出るわけですよ、ね、でも実際は英語しゃべってないというか、しゃべってもそれは多分あの聞こえないから、わかんないから、なるほどね、でも訛りがひどいとかで、陶器になってから、陶器になったらあの要するにちゃんと英語を喋れる人が出なきゃダメだっていうことになって、だからヨーロッパ系の役者さんはここで結構失業したわけで、それと同時に歌があの映画の中でかかるとき、それがそのまま聴けたんで、映画の中でいい歌を歌うとそれがヒットするって、まあ、アル・ジョルソンのね、アル・ジョルソン、スワニーなんかだけど、でともかく映画会社があの音楽を入れた映画を当たるとヒットすると、で特にブロードウェイのね、ボードビルショーみたいのを映画にするとそれがすごい当たったの。それでトーキーができた時に音楽出版社が映画会社に対して、あなたそのうちが持ってる曲を映画に使うんだったらシンクロナイゼーションっていうね、要するにあの権利が発生するんだからお金払ってくださいよっていうことで結構なお金を要求したわけよ。だそれがその権利クリアランスのまあ大変なシンクロの始まりなんだけど、だからここに行ってこの人ダメこの人ダメ、でもこの曲私も持ってません、ね、でも最近の資料だとあるんですけど、いやもうあそこに行ったとかね、もう移転してるわけですよ。いやいや、もうその後またあの、まあ、行ったらさもうそこにない、もうそれをね、例えば200曲分なら300曲分を全部クリアしようとしたらね、まず無理、いわゆる1個人2人がやってるんだ、もうそれ専門の会社に頼まないとできないっていうことが言って初めて思いますよ。だからそのシンクロっていうものがすごいもんなんだな。 それで結局映画会社もそのブロードウェイの曲なんかをやった映画が当たるということになって、しかも当たるけどその度に映画会社は音楽出版社にそのブロードウェイの曲使う曲のシンクロ料を払わなきゃいけないわけ、すると映画会社として見るとそのブロードウェイの曲を使った映画は当たるけれど払うシンクロ料もバカにならないと、これは音楽出版社を買収しちゃった方がいいんじゃないかということになって、でまずねワーナーブラザーズが当時の金で1,000万ドル、もう1930年ぐらいだから、そうそれで1000万ドルってのはもうすごい額なんだけど、 TB ハームスとかレミックとかねいうこうティンパーレ の、あのブロードウェイの曲をいっぱい持ってる出版社をいくつか買ったのよ、1000万ドルで。だから要するにその映画がトーキーになってシンクロが発生したことによって映画会社が音楽著作権というものに興味を持たざるを得なくなった、ね、そうそう、無視できないですからね。でその買収して、だからワーナーがすごい大きくなって、それから、MGM もビッグスリーっていう出版社、まあビッグスリーって、ミラーとかレオフェアスとか大きな出版社がやっぱりあってビッグスリーとか、でパラマウント映画はね、俺のとこはあの既成の音楽出版社買わないよとその代わりいい作家をあのいっぱい集めようというんで、そこの制作部長が非常に有能だったんでいい作家を集めて、だからその流れがヘンリー・マンシーニーなんかもそうなんだけど、ヘンリー・マンシーニーなんかもそのパラマウントで曲いっぱい書いてたりして、ともかくフェイマス・ミュージック、そうフェイマス・ミュージック
でも映画会社はシンクロとはもう縁が切っても切れないから、もうそう何かしなきゃいけないわけですね、うん、だから結局自分とこの映画を作るために当たる映画を作ろうと思うといい曲を使わなきゃいけない、うん、いい曲を使うためにはシンクロ料かなりかかる、だったらその権利を買っちゃおうっていう、うん、そうすると別のスタジオが使うときにも入ってくるんですか。もちろんそうそう、だからある映画会社にとってはこの映画は映画会社のある種の金字塔の映画だとすると、うん、これは他の映画会社が使うときには OK しないとかっていうのもあるよね。まあそうだよね、うん、そうですよね、うん、これは門外不出ですよね。これはもうあれ、それ管理学級みたいですね。いやもう基本的にそう日本の昔のね、うん、あの専属作家の時 の、 そうそうのコロンビアが歌えないとかっていう、だからコロンビアとビクターが持ってて、ね、コロンビアの曲をビクターが使いたいっていうとビクターの方は、うん、あのじゃあうちの曲を2曲使わせてあげるけど、うん、その代わり3曲をこっちも使わせてくれとかね、あちょっとしたトレーディングバターをするわけですね、うんうん、逆になぜ管理楽曲っていうのが許されたんですか当時は。いやいや、だからそれも音楽出版社がなかったのよ。要するに日本もね、まずレコード会社ができたわけ。一番最初は出版のもレコード会社、コロンビアとか、コロンビアとかビクターとか、うん、これもアメリカのレコード会社の子会社としてできたわけ。それでレコード会社はできました、うん、でも音楽出版社っていうものが存在してなかった。だからレコード会社としては自分とこのアーティストに歌わせるレパートリーを自分たちで作んなきゃいけないわけ、うん、あ なるほど。なんでだからアメリカの場合はね、そのレコード会社ができた時にはもうすでに音楽出版社がいっぱいあったから、先にあったからそう、だからレコード会社の制作の人間は音楽出版社にあちこちに電話して、うん、今日何時に行くけどこういう歌手の曲を探してんだよよろしくねとかって言うと、でその出版社に行って、うん、その出版社 の、 そのソングプランガーっていうんだけど、ピアノ弾く人がいて、でそのピアノ弾く人にこういう女性歌手でこういうタイプの曲を探してるっていうと、ソングプランガーがこれと思う曲を弾くわけ、ストックのものでそうで聞かせるわけですと、こうじゃなくてもっとこういう感じの曲ないと、あじゃあこれどうとか聞かせるわけ。それでそのソングプランガーはそういうふうにあのレコード会社の A&R のいろんな希望を聞いてやってるうちに、うん、あこういうコード進行が受けがいいなとかね、こういう展開があの採用されるのが多いなとかねいうのが分かってくるから、ソングプランカーから作曲家になった人がいっぱいいるわけ。確かねジェローム・カーンなんていうのもそうだと思う。ただ単純にピアノ弾ける人じゃなくて、分かるわけですね、ガーシュウィンもそう、そう確かソングプランガーだった。だから彼らはそうやってもともと作曲家だったんだけど、うん、作曲家だったんだけどそうやってそのユーザーであるレコード会社の制作の人間にいろいろやってるうちに、あの自分の作曲家としてのスキルっていうか、そのコマーシャル性をね、うん、ちゃんと得得するようになって、うん、だからやっぱりそこで営業したことが、うん、あのヒット曲を生むあの能力をすごい増したんだよね。なるほど、うん、あのスタジオで仮歌歌った人ですからね、うん、あんまりうまいからこのまま歌手になっちゃうからだからそれもそうだし、まあといってさ、うん、これは変なんだし、歌が上手いだけが売れるアーティストじゃないからね。おっしゃるとおりそうなんですよ、うん、でもね、あのトニー・オランドとかね、ヒ、うん、ャノキングのところそうやっててね、ドンとか ね、まあ、でもとにかく、シンクロっていうものが存在するってことをレコード会社にずっといながら分かんなくて、うん、まあ、やっとビデオ作品っていうものが出てくるようになって、嫌、うんうん、顔でもね、そのビデオ化するときにビデオグラムでもクリアしてんのかとかね、うん、映画をねそのままビデオに出す場合にそういったものがあるんだなと思って、それでサンタモニカにカラオケ準備室みたいなんですけど、パイロンが作ったんですよ LGC が。そしたらね、いろんな出版社に出入りしてたおかげで、うん、なんかそのカラオケっていうのをやろうとしてるっていうことがまあ噂にはなったんですよね、うん、そのウィンドスレフトの人が来てあのこんなバカラックのね、さサンプラー、3枚組でこの中から選んでくれたら営業もされて、いやさバカラックってアメリカでも人気あんだな、僕はその何十曲も知らないんですけど、その当時はね、あそうなんだ、そうやって
どっちかというとシングルをクリアにしていくんだけど、そうやって営業してくれた人もいる。うん、いやだから、うん、そのウィンドスヘプトっていう会社はね、うんまあ、チャック・ケイっていう A&M の出版のヘッドをやってて、まあとでそのゲフェン・ケイっていうデビッド・ゲフェンと一緒に出版社を作ったりするんだけど、チャック・ケイが新しい音楽出版社を作りたいっていうんで一緒に始めたんだけど、要するに彼がね、イチ、お前今までの音楽出版社は曲を作ってまずレコーディングするっていうところから始まってたと、うん、当然ねアーティストにレコーディングさせるっていうからでもそのシンクロじゃないけど、やっぱりこれは映画とかテレビとかいう映像に音楽を提供するっていうことを第一に考える出版社にしたいっていうことを言ったわけ。だからもちろん1930年代のね、そのワーナーが1000万ドルで出版社を買った時とは時代が変わってたんだけど、要するにあの作品をまずレコード化するっていうところが、まあ、音楽出版社が出たところからずっと、うん、あのそれがまず大事だと思ってたのを、うんうん、そのチャック・ケイは映像で使おうっていうね、要するに映像に使ってもらうことが広げる一番いい手段じゃないかっていうことを考えたんで、要するにその音楽出版社として映像を第一義に考えてやった出版社っていうのは多分ウィンドセプトが最初だった。それやっぱりそのビデオクリップとかが、ねうん、大掛かりになって、うん、その曲を思い出すときに絵付きで思い出す曲っていっぱいあるじゃないですか。そう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 、まあそれもそうだし、映画に使われてみたいな、ねうん、ダイアン・ウォーレンみたいにね、うん、もうこう出ましたっていうところでそれかかる曲とかあるじゃないですか。でもやっぱり80年代以降はそのことを常に考えながらやろうと、いやでそれをまさに始めたのがチャック・ケイさん。そうでだからみんなね、そのシンクロはお金になるっていうのは知ってたし、うんうん、でもそれはほとんど来るもの拒まずみたいな感じで、あのお店開いてお客が来るのを待ってるっていうタイプだったけど、でもウィンドセフトはそうじゃなくて、商品を持ってその映像関係のクライアントにね、うんうん、使ってくれっていうことでお願いに行こうっていうのを積極的にやった最初の出版社だから。それで分かったんですよ、うん、僕なんか全部ね、うん、カラオケとは何ぞやって、うん、なんか植物みたいな色、なんかあのサウンドをしてると、うん、でそうじゃなくてあの空手って知ってるだろうと、うん、空手キッドってあったんで、うん、空手とオケってのはオーケストラなんだよ、うん、オーケストラしかないっていうことを、うん、あそうなのか、うん、でもなんか植物の名前みたいなカラオケって、うん、って言われたりとかね、うん、もう全然通用しないわけですよ、うん、でもそのウィンドスウェプトの女性の人だけはもう積極的に来て、それで帰り際にそういえばお前位置知ってるかって、位置って浅妻さんのことかって聞いたらさ、そうだって、彼はと今一緒にやってるんだって聞いて、あそうなんだって、今でもあのね黒いバカラクのサンプラー、サンプラーもうユーザーもいつも持ってて、だから唯一です売り込まれたのはカラオケ、まだカラオケそのものが誰も知らない時代ですよ。すごいなって今の話聞いて合点がいきました、ねうんうん、素晴らしい。今回は音楽評論家でディスクジョッキーの宮地純一さんがオーナーを務めるミュージックライブラリー&カフェブランディンからお届けしました。ともかくこのレコードの多さと、それから僕も結構詳しいと思ったんだけど、宮地さんの知識の豊富さにびっくりしました。なおこちらのお店の情報と今日紹介した曲については概要欄にリンクを貼っていますので、そちらからご覧になってみてください。ではまた次回お会いしましょう。